んにちは、ドラコマルフォイです。笑っちゃいけない1ミリも知らないやつシリーズということで、1ミリも知らないシリーズというね、昔からあるシリーズがあるんですよね。で、そういや、これで俺笑ってはいけないやったことないなと思いまして。なんか手にカビ生えてんだけど、どういうこと？なんかカビ生えてる手に。やだ、気をつけてください。ということで、1ミリも知らないシリーズを見て、笑っちゃいけないやっていきたいと思います。ちょっと雨が降ってるのでね、いつもよりキレが良くないかもしれないです。すいません。やっぱ雨の日って調子良くないですよね。なんか喉の調子も良くないですね。ということで、早速やっていきましょう。あ、レッツゴー。レッツゴー鳴り響くゴーレケディノー Here we go 追跡なブロー、yeah. 他とは違う俺なりのヒップホー今日も蹴散らすまで上げてく方向 Dino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 
gotta make some noise, yeah。 僕は早速見ていくよ。まずは1ミリも受けたことのない物理の授業をアフレコしてみた。こちらの動画11年前で1000万再生されてますけど、一回も見たことないっす、僕。本当に見たことないです。いや、何回もおすすめ出ましたよ、こいつ。何回も出ましたけど、一回も見たことないんすよ。ということで、見ていきましょう。楽しみですね。いくぞ、はい、おかなた。見ていきます。シュワーン。てんてんてんてれーん。今日の講師は、山口先生だー。てれーん。山口先生は、とても素晴らしい先生で。山口先生の説明一発目。山口先生はとても素晴らしい先生。文系や。なんだ、内側の話をせずになんか外側の話ばっかする。これは間違いなく文系の方がアフレコしてます。俺と同じ匂いがする。別に俺文系でも理系でもなかったから。土木家だったから。山口先生はとても素晴らしい先生で、何が素晴らしいかっていうと、うん、この11人の、イギリスの国王が山口先生に教わっていたっていう、それ。国王死にすぎんか、だとしたら。国王が死にすぎてるのか、山口先生が不老不死なのか知らんけどさ。この階段の図形、そういう意味なんか。はい、宮田さん、こんにちは。私が山口でございます。イメージを膨らませてください。イメージを膨らませてください。言いそうだね。確かに言いそうだわ。物理って確かにイメージ力大事ですからね。物理の授業高校2年生でしかやったことないからよくわかりません。本当に知らん。物理嫌いだったね。意味がわからんもん物理。あれですよ、口癖、僕の口癖は見える見える見えた見えるっていうのがこれね、口癖なんでね。みんなもね、テスト中見えたとか見えるとかいうね、そういうことが言えるようになりゃ、もうなんて物理なんてもうちょいのちょいのお茶の子さいさいのさいって感じでね、もう朝飯前ってな感じなんですよ。本当にね、本当に今メアニがちょっと気になったけど。メアに気にならんで。山口先生、メアに気にしないでくださいよ。ちゃんと顔を洗いましょう。まあ、君たちはね、僕の授業を受けて、物理のテスト、うわ、完璧だー、おはややっていうね、あやや、あやや、完璧だーっていうね、まあ、そういう感じになってほしいね。授業早く始めろみたいな、そういうことで、でも、そういう気持ちはすごい伝わってくるけど、焦っちゃダメ。焦りは禁物ね。焦りは禁物。物理の授業に焦りは禁物。焦ってばかりいると、女の子と物理は落とせないぜ。なんやこいつ、なんなんですか。この全てを見透かされてる感がとてもうざい。これが物理の先生か。女の子と物理は落とせないぜ。なんちゃってね。すまん、そうやから。そういう感じで僕は授業進めていくけど、まあ、この喋り方がうざいと思ったお前、お前は3日後に自殺しろ。最低だよこの人。こんな先生いていいんですか。いいな。まあでも11年前だからな。まだギリギリ大丈夫だったんですかね。いや、ダメですけどね。いや、今もうこんなこと言う先生いたらもう一発アウトですよ。厳しいですからね、最近。いや、いいことだと思いますけど。ダメ人間なんだからな。俺の方が勝ち組なんだから、こんなとこで授業してる俺の方が勝ち組だ。わかったか、この野郎。俺と一緒に遊ぼうぜ。いいか、俺と一緒に遊ぼう。遊べば大体さ、わかるじゃんか。そいつのなんか人となりっていうか。うん、わかると思うんだよ、俺はね。俺は大体見りゃ、そいつがどんな人間かわかる。そう、だからさ、ってやっぱり見るっていうところからまた物理の話に戻るんだけどさ、そう、見えるっていうのが大事。すげえ、ちゃんと綺麗に戻してきた。これすごいっすね。いや、うまいな。本当にアフレコご本人じゃないんですかこれ。あ、もう物理の授業始めると。いいか、じゃあ物理の授業で大事なのはイマジネーションな。
イマジネーションで笑ってしまった。イマジネーションが大事なんですよ。どんなことにおいてもイマジネーションっていうのがやっぱ重要になってくるとは僕も思いますね。イマジネーションあるかないかでね、やっぱなんでしょうか、向上心も変わってくるだろうし、自分の考えをちゃんと持つこと、自分のイマジネーションを膨らませること、これが大事になってくるとは僕も思いますよ。なんでアフレコの先生に影響を受けてんだよ俺。いいか、そしてだな、一番大事なこと今から言うぞ。今から、いやちょっと待って、まだ言わねえよ。いえや、じらさんね。なんで山口先生にじらされてんだ俺。まだ言わねえよ、授業の最後に言うわ。お前たちなんかその大事なことはなんか全部先に教えてもらおう、教えてもらおうとするけど、そんなそうは問屋がおろさぬ、そん問屋おろさぬ、ちょっと噛んじゃったけどね。あ、まあそれは気にしないで。いいかい、ナンバーワンになるんだ、俺たちはナンバーワンになるんだ、ナンバーツー以下はゴミクズだ。口悪いこの人、ようイギリスの国王に殺されんかったなこの人。じゃあこれね、これ石ころがあります。石ころが飛んでいきました。でこの石ころがミクロの世界で、そうミクロの世界をイメージするんだ。いいか、ミクロとマクロの違いわかるか。俺はよくわかんねえんだけど。もうやめちまえ。ミクロとマクロ、お前はわかれ。小さな世界を想像しろ。いいか、石ころの中で何が起きてるか、石ころの中でどんな葛藤が起こってるか、石ころが今どんな気持ちなのか、それを考えるんだ。で、いいか、で、わー、わー、わさあ、そのミクロ、つまり石ころの気持ちになるってことが大事だな。もちろん、ボールが出てきたらボールの気持ちになるんだ。全然ボールじゃないもの書いてたから笑ってしまった。まあそんなことはねえんだよ。まあ消すよ。これは消すよ。でこれがあれ、これちくわだ、ちくわ。いや最高におもろかったな。いやおもろいっすね。こんな感じだったんだね山口先生の授業。いやこれ俺がもうちょい頭良かったら、もう少しなんだろう、的確なツッコミできて面白くできたと思うんですけど、すいません、バカなんで本当僕もちくわにしか見えませんでした。1ミリも知らないベース弾き方講座をアフレコしてみた。いや僕も若干ベースはかじってたんで見てみましょうか。赤もみ。もう出落ちすご。絶対声もうちょいあったろ。なんでそんな、どうも皆さんみたいな感じにしちゃったの。もうちょいいいチョイスあったでしょ声の。今日はこのベースの弾き方をお前らにね、俺が教えてやろうと思うわけだ。いいか、俺の名前はトムソンっていうな。トムソン坊やってそういう風に呼んでくれたらいいけどな。俺はベース歴4ヶ月だ。ダメだ、ベース歴4ヶ月はダメや。さすがに俺4ヶ月よりはやってると思うよ。俺トムソンよりは多分ベースやってたと思う。いいか、この髪型、そしてこの親指の具合だな。ベース弾くときはこの親指すげえ大事だからな。お前らみたいな親指は必要ねえんだ。いいか、親指をポツンってやる。これからのこんな音出してちゃダメだぞお前ら。まず親指鍛えることだ。でビヨン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 。まあ俺の親指はまあすげえからな。いくよ、ペペン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 。さ、親指、親指、人差し指、薬指、中指、中指、薬指、人差し指、親指って、親指、中指、薬指、薬指、親指ってな。これで、お前らベース完璧だ。お、死ね。なんでアフレコの人たちってそんな口が悪いんすか。まあアフレコじゃ言わなそうなことを言うと必然的にやっぱ口が悪くなっちゃうんですかね。それとも元々の性格が歪んでるのか知らないですけど。でもまあ確かに僕もアフレコするんだったら絶対口悪くなる自信あるんで、元から口が悪いやつはアフレコでも口悪くなるんでしょうね。ということで1ミリも知らないシリーズでした。面白かったっすね。久々に全部なくなりました。皆さんのおすすめのミリシラシリーズありましたらぜひぜひコメント欄書いてやってください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。